こんにちは。キャラ育コーチの阿部です。本日のテーマはですね、吉本の芸人さんから学ぶパフォーマンスアップのコツです。ここパフォーマンスっていうのをですね、ぜひ自分ごとにしていただいて、これをご覧いただいているあなた、もし親御さんであればですね、子育てのコツにしてもいいと思いますし、教育者であれば教える指導力アップのコツでもいいと思いますし、まあ、なんか自分がこう資格勉強とかし自分のパフォーマンス上げたいよって人はそのままパフォーマンスアップのコツとして捉えていただけばいいんですね。まあ、これブリッジングっていうんですけど、これ心理学用語で自分ごとにするってすごく大事なので、まあ、このだけ見るといやなんか私関係ないなではなくて自分ごとにぜひぜひしてみてください。吉本の芸人さんが、まあ、これもある人から聞いたんですけどね、ダントツ面白いらしいんですよ。で、吉本の芸人さんがやっぱりダントツテレビにも使われてるらしいんですけど、なんでだと思いますか？ちょっとこれぜひね、一方通行で聞いても面白くないと思うので考えていただきたいんですよね。まあ、多分芸人さんの人数がダントツ多いっていうのもあると思うんですけどね。皆さんはなんて答えますかね？これね、ああなるほどなって僕もこの質問された時になるほどなって思ったんですけど、この人たち吉本ってダントツ他の事務所さんよりも劇場を持ってるんです。劇場を。つまりどういうことかっていうと、吉本の芸人さんって実践する場がものすごい多いってことですよ。今日そんな話ですか？そんなのわざわざ YouTube で言わなくてもって思うかもしれないんですけど、これ本当大事で、簡単に言ったらですよ、芸人さん風の言い方すると滑る回数が多いってことです。滑る回数が。でも僕らもそうだと思うんですよね。失敗する回数が多ければ多いほど改善志向になってた、もうちょっとこうしなきゃダメだったなとか、なんであんなことやってしまったんだ、まあ、よく言うんですけど、もしやり直すとするならばっていうキーワードを立ち上げてやっていくとどんどん向上するんですよね。なんか当たり前でシンプルだけど、いやこれこそもうコツなんじゃないかなとよく言うんですけどね。でこれに関連すると、なぜ子供が成長率が高いかってことですよね。僕らって一日過ごしても何か身につくことって多分ほぼないですよね、僕らの年齢って。でも3歳4歳5歳2歳1歳って日々何か一つのことできるようになってくるんです。なぜですかね。失敗してもやめないですもんね、子供たちは。転んでも何度も立ち上がってまた次へってやっていくわけですよね。いやそんなの知ってるよって思う。でもこれがやっぱ本質だなと思うんですよ。だから何かあなたもね、これからこうできるようになりたいとか、こうしたいああしたいっていう夢とか願い、未来を描いてるんだったら、やっぱり行動だと思うんですよね。もちろんメンタルトレーニングを使ってより良くしていくためのね、コツ、より早く習得するためのコツなんてのをお伝えしていきますけど、でもやっぱり実践ですよ。さあどうですかあなた、今日一日何か実践しましたか？ぜひ考えてみて、いやちょっと違うなと思うんだったら一歩ぜひ踏み込むというか踏み出していただければと思います。本日のキャラ育のネタでした。ありがとうございました。